クエバデラスマノスはアルゼンチンのサンタクルス州にある洞窟。手の洞窟を意味する名前の通り多くの手の跡が残された洞窟壁画が印象的である。サンタクルス州ペリートモレーノの南 163km に位置し多くの重要な考古学的、古生物学的遺跡群を含むペリートモレーノ国立公園の境界線上に含まれている。洞窟は ピントゥーラス川渓谷に位置し、アルゼンチンの国道を40号線からは1 0 0トルほど離れたパタゴニア地方の孤立した景観の中にある洞窟内に描かれた手形の洞窟壁画は、テベェルチェ族の祖先にあたると思われる先住民族によって9千年ほど前から描かれたものである。絵の具には鉱物が使われており、それを吹き付けるのに使われた骨製のパイプが見つかっているため、 年代が算定可能なのである。メインの洞窟の深さは24メートルで、入り口の幅15メートル、高さ10メートルである。洞窟内は上り坂になっており、高さは2メートルもなくなるほどにどんどん狭まっていく。洞窟側から見たピントゥーラス渓谷手形はしばしばネガになっている。つまり、洞窟の壁に手をつき、その周りに塗料を吹きつけることで、手形を浮き上がらせているのである。 洞窟には、手形以外にも、人、グアナコ、レアや猫科の動物をはじめとする他の動物群なども描かれている。また、幾何学的造形やジグザグの宣告、太陽を表しているらしい絵や狩りの様子なども描かれている。なお、規模は小さいけれども、似たような洞窟壁画は、近くの洞窟にも見られる。洞窟の天井には赤い点々がついている。 これは塗料をつけたボーラをめり込ませてつけたものと推測されている。塗料の色彩はヘマタイトから採取した赤をはじめ、白、黒、木など多彩である。ネガの手形は大体紀元前550年頃と算定されており、ポジの手形は紀元前180年以降と推測されている。これに対し、狩りの絵は9000年以上遡ると推測されている。手形のほとんどは左手である。 このことは、彼らがパイプを利き手で持っていたことを示唆している。手形のサイズは13歳くらいの少年と同じようにも見えるが、彼らが現代人よりも小柄であったであろうことを考慮すれば、もう少し上の年齢だったと思われる。故に、手形を記すという行為は、聖地であった洞窟における聖人通過儀礼であったと考えられている。狩りの様子クえばデラスマノスは、1999年に、 ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。インディジェナズ・アーヘンティーノス。ISBN 9億8794万7910から6。ありがとうございます。